夏みんちへようこそ。今日もお仕事にお勉強にお疲れ様です。ですね。今日私はもう夕方にお仕事終わってお家に帰ってきたんですけど、もう暑かったんでシャワー浴びちゃったんで、今夜はパジャマでお送りさせていただきます。今夜も私の晩酌に付き合ってくれたら嬉しいです。今夜はですね、ガパオライスを作ろうと思っています。なんとガパオライス私初めて作ります。普段はテイクアウトとかであと食べに行ったりとかなんですけど、ちょっとお家で作るのを挑戦してみます。じゃあ早速ガパオ作りスタート。じゃあ早速作ってきます。なんとさっきねちょっとズルしまして、くだろこれ使います。これだと鶏ひき肉とで炒めるだけですよって書いてあるんですけど、でもそれだと味気ないからパプリカと玉ねぎも用意しました。あと鶏ひき肉って書いてあったんですけど、鶏ひき肉がね売ってなかったんですよ。なんとだから豚ひき肉にしました。本当は鶏が良かったんだけど、なんかこんだけ野菜あったらやっぱりもう一個のフライパンなの。こっちは目玉焼き用に取っとこう。ちょっと今日はまた時間かかりそうだから飲み始めちゃおうっと。一応いってきます。ラッキーキャットでーす。今夜のお供は、今夜もお疲れ様でーす。今日のビールはまたちょっと変わった風味で美味しい。まずはひき肉の方を炒めます。なんか野菜の量のが多いかも。大丈夫かこれは。あ、もうちょっと野菜の量やっぱ少なくてもよかったんだな。ヘルシーヘルシーで、火を止めて本品を加えてよく混ぜます。なんかこう振るの意味あんのかな、意味あんのか。この量多いからちょっとチンしてから半分食べます。聞こえづらいかな換気扇の音で。ちょっと食べてみよう。薄いな。なんかこれひき肉入れてさ、もう4人前の量入れちゃおうかな。なんか真ん中らねにこうピチャミにしたい。白身をあんま外に生かしたくない。どうしたらいいんだ。そういう時の作り方ってどうしたらいいんだ。いただきます。もう飲んじゃってたけど乾杯。こちらです。ガパオライスです。くるくる。
目玉焼きって作るの難しいんだなって思いました。なんか半熟、ちょっとだけ初めての目玉焼きはこうなりました。美味しい。やっぱ味付けには間違いないもんな。目玉焼きの周りのパリパリの部分も美味しいかも。自分で作ったから思うだけかもだけど、お店で出てきたらどう思うんだろうな。でももし YouTube 撮ってなかったらこんなキュウリ絶対乗せない。なんかタイ料理屋さんっぽくないですか、キュウリ乗せてんの。チーズとトマト、オリーブオイルと塩です。毎回私食べ始めてから見せてるな。キュウリも結構家にある率高かった気がします。そのままみんな食べるの好きだったかも。うちんちは結構セロリ、キュウリプチューってかけてそのままバリって食べるのもしてた気がします。私もセロリ好きなんですよ。唯一食べれないのはイワシのつみれだから。ああ、もう洗わなきゃ。シミになる。なんかこういうの本当にやっちゃうんですよね。なんか私本当に子供の頃からめちゃくちゃ食べ物こぼしちゃう子で、お味噌汁とかこうやって持ってるじゃないですか。でもなんか喋りながら食べてると気づくとどん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 なんかこうやって傾いちゃって、ジャーってあ、夏美ってお母さんが言うことにもうジャーってこぼれちゃったりとか、なんか本当になんかぼーっとしててなんか食事に集中できないっていうか会話に夢中になっちゃったりとか、なんかね注意力散漫で、だから当時一回物をこぼすと、食べ物をこぼすと100円ってかな、500円だったかな、100円だったと思うんですけど、100円っていう平島家のルールがあって、なんで私は本当によくこぼすから先に500円とか入れて先払いしてました。でその貯金箱に貯まったお金はおじいちゃんおばあちゃんの誕生日プレゼントのちょっと足しにしてましたね。確かそうだったと思う、多分。ごちそうさまでした。晩酌に付き合ってくれてありがとうございました。私のこのなんかまだまだ初心者すぎるお料理と、あとなんか好き勝手喋ってるだけなんですけれども、最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、おやすみなさーい。